僕本当に最初に言っておきますけど、本当に頭が悪いので言葉選びとかが下手くそで、うまく動画上で説明できなかったりとか、ちょっと脇が見てるのは恥ずかしいです。明けましておめでとうございます。まずは新年の挨拶が遅れてしまって申し訳ないです。社長のですね、一言もあっていろいろ皆様の意見が飛び交っていましたので、説明できない部分もあるんですが、新年の起きたことも含めですね、自分の声で届けたいなと思いましたので、インスタライブをしようかと思いました。すいません。あの件に、まあその皆様が読まれてちょっと荒れてる件に関してはですね、言えないというか、まあ説明することもできないことが多いんですが、一緒に飲んでてその他のことについて悩みとかもですねあったり、それについてやっぱ社長がどう捉えてるかは、どう捉えてくれてるかは分かりませんけど、申し訳ないことをしたなと思ってます。一やっぱ人間なので、僕も彼も意見を言い合ったりとかですね、社長なんでね、言ってしまえば本当に皆様には心配をおかけして申し訳ないです。僕も酔っ払ってたので明確に説明することはできないんですけど、前回の件もあって面シプではですね動画を出したんですよ。動画を出したんですけど、やっぱり僕本当に最初に言っておきますけど、本当に頭が悪いので、あんまり言葉選びとかが下手くそで、うまくその動画上で説明できなかったりとか、この配信もみんなが納得してくれるかとかはわからないんですけど、新年からですね考えた結果、やっぱり自分の声で届けたいなって思ってこの配信をしてます。なんでメンシップなんだとか、納得できないとかっていろんな声があったんですけど、でこう時間をくださいって言って結局これかよみたいなのもあったんですけど、気持ちが固まらなかったのと、何を説明しようとかっていう言い訳を考えてたわけではなくて、やっぱ皆様の前に立つ勇気がなかったっていうのが一番ありますね。僕も全員が全員納得させれるわけではないと思っていますので、その辺はちょっとご理解いただければ助かります。でまずその社長の件に関しては、状況説明しますと、次の日すぐ周りの一緒に飲んでた方に連絡して、昨日どういう状況だったかっていう風に聞いたら、そのやっぱ楽しそうに飲んでたよとか、まあちょっと言い合いしてたけどみたいな感じで言ってたので、まあ直接的に僕もそういう追い詰めてたなとかっていう意識がなかったっていうのもあるので、そこは本当に社長を応援してくれてる皆様とか、そのレペゼン全体を応援してくれてる皆様には申し訳ないことを、あと社長にももちろん申し訳ないことをしたなと思っております。すいません。記憶が一切ないわけではないんです。もう何回もちょっとごめんなさいね。生配信なんでちょっと緊張もしてるんですけど、久々なんで。何回も同じことを言ってしまったり、説明してしまったりするかもしれないんですけど、そこはちょっと許していただければなと思います。まずですね、メシプで言ったことにもなるんですけど、なんでタイミングで丸くんは言っちゃったんだっていう風に意見をたくさんいただいたんですけども、社長の存在ってすごい大きくてですね、僕らにとって。もうそのやっぱ裏方のみんなにとっても、もちろんファンの皆様にとっても大きいとは思うんですけど、毎日やっぱ集まってですね、それこそチェキ会どうするとか、ピアアリーナどうするとか、これから YouTube どうするとかっていう風にみんな毎日やっぱ集まっていく中で、やっぱ分からなくなるんですよね。結構一人で考えたりとか、みんなで話し合っても正解が出なかったりとか、答えが出なかったりする中で、結構思い詰めてしまう中で、なんか会いたくないなとかっていう感情に自分自身になってしまってですね、そこの状況から逃げ出してしまったという感じですね。皆様が本当に気になっていることがやっぱコメントにもあるし、毎日メンションとかツイッター、X で見るんですけども、やっぱ関係性について聞きたいとは思うんですけど、本当にもう自分勝手ですごい身勝手な行動だったと思うんですけど、伏せる形になります。これ以上言及ができない形になってます。そのみんなが気になるとこについてもちょっと自分勝手なんですけど、申し訳ないです。すいません。もういいじゃんとか皆さん言ってくれるんですけど、やっぱ気になってる方とかが多かったりとか、やっぱメンシップに入ってなくて動画が見れない、やっぱメンシップって外に出さないでっていうルールがあるので、ファンの方同士でもやっぱりこうどこまで言っていいものかとか分からなかったりすると思うので、僕自身が本当にみんなにこういう状態だよっていうのを伝えたくてやってます。そこでやっぱ昨日の新しい情報とかが入ったりしたので、皆様が考えたりとか荒れたりするのももちろんわかるので配信しようかなと。なんか正直やっぱり20日の福岡のハイタッチ会とチェキ会もぶっちゃけちょっと怖いです。はい。
すいません。僕のその日頃からですね、プロ意識の低下だったりとか、こういうお仕事って言ったら失礼な言い方になるのかもしれないですけど、お仕事をしている上でやっぱ自分を見つめ直す機会にもなったんでね、そこは皆さん本当にありがとうございます。元気ないのはちょっと申し訳ないんですけど、こういうのにあんまり慣れてないので、やっぱその動画を撮るのが、一人で撮るのが下手くそだったりとか、僕なりに出した答えがあれだったので、皆様にはちょっとなんかやっぱ一番やっぱ悔しかったりとかっていうのは、なんて言うんですかね、やっぱ気持ちの共有であったりとかがすごい難しいので、なんて言ったらいいのかとか、どうしたらその気持ちが伝わるのかっていう、その応援してくれてる皆様に対しての正解というか動きが全くわからないので、なんかまあ悔しいって言ったらあれなんですけど、どっちよりどっちが大事なんだみたいな話をよくいただくんですけどね。それはもちろんあれですよ、常日頃からやっぱ皆様のことを考えているんですけど、やっぱそういった面では僕自身も全然らしくなかったなと、僕自身も全然そういうところをもっと意識して動いた方が良かったのかなと反省しております。申し訳ないです。ファンの皆様には多大なるご迷惑をおかけして申し訳なかったです。結局この配信をしてなんか良かったか良くなかったのかはさておき、僕の気持ちで本当にみんなの意見を振り切ってやるって決めたので、他のメンバーをメンションしたりとか、なんて言うんですかね、これ以上聞いたりとかはしないでいただけると、僕自身にあの言葉を向けていただけるとすごく助かります。申し訳なかったです。なんて言うんですかね、どちらかというとキンキンの、 あの皆様の意見で言うと、やっぱり社長のことの方が不安だったりとか、結局仲が悪くなったのかとかって思うと思うんですけど、仲が悪くなったりとか、じゃあ喧嘩別れしたんかとかっていう、そういうわけではないので、そこはご心配しなくて大丈夫だと思います。なんで嫌いになったとか、このままお前ら終わるんかとかってよく言われるんですけど、全然そんなことはないと思いますので、やっぱりね、表舞台に立ってあんだけ休みなく動いてた人なんでね、皆様に何も伝えず行ってしまったのは悪いとは思うんですけど、やっぱ結局やっぱ味方できたりとか、彼をやっぱ支えていけるのは僕らメンバーだったりとか裏方だったりとか、まあ、それこそファンの皆様だったりとかだとすると思うので、この辺はしっかり帰ってきたら謝罪とかしたり、話してわちゃわちゃしたいと思います。以上でございます。さっきも言ったんですけど、この配信をして何が変わったとか、皆様が完全に納得してくれたわけではないとは思いますけど、まあ、あまりにも SNS を更新しなかった分と、丸も飛ぶんじゃないかとか言われてたのでそんなことはないので、その辺はご心配しなくて大丈夫です。はい、本当に言葉選びも下手くそで頭も悪いので、配信してよかったのかとか、メンシップでよかったのかとか、はたまた X に投稿した方がよかったのかとか、いろいろ考えましたけど、全部結果で間違いだったよって言われ続けてきたので、はい、これからですね、僕は仕事で見せます。はい、皆様に。なのでこんな僕でも、まあこんなレペゼンでもですかね、はい、応援していただけたら助かります。よろしくお願いします。すいませんでした。